えー、この日本の戦争があ人類に何をもたらしたのかと、まあ、いうことのシリーズを始めまして、まあ、2回まだ2回目になるんですが、えーっとまあ、じっくり考えていきたいと、まあ、それもその日本の戦争が良かったんだとか悪かったんだとかいうそういう先入観なくですね、えー、日本の戦争っていうのが人類には何をもたらしたのか、まあ、もちろん日本に何をもたらしたのかっていうのもありますし自分の 例えばそこに生きた人が個人として何をもたらしたのかっていうのがあるわけですが人類に対して何をもたらしたのかということをまあいろいろ考えてみたいということで始めてみましたが2回目にですね非常にいいコメントをいただきました。申し訳なないいが武田国先生のののの歴史の話に納得でできないのは次の点ですということで羅列していただきました。反論つうのは非常に良くてですね 官僚によって自分の考え方もレベルが高くなりますし真実に近づきます、まあ、その点で2回目の終わりになるんですがちょっと私の見解を示しておきたいと思います。まず第一にソースの提示がないと、まあ、これは私の本全体によるんですけれども例えば日本に来た外国人が日本の平等さに驚いたことを示す文献がないということなんですが。 えと私はですね例えば日本に来た外国人が日本の平等性に驚いたことに関してはですねまあもちろん主力は何、えー、ていう本でしたかあと非常にタイ部のもう1,000ページぐらいある、えー、本があってですね、えー、それを後で思い出しますそれがありますけどそのほかにもちろんハリスなりえー、っと 貝塚のモースなりですね、多くの外人が、それから女女流の。旅行家では、イザベラバードとか、そういった人ですね。ええー、まあ、あの二十か三十ぐらいの書物は読んでおりまして。まあ、それに基づいても、エンゲスなんかの記述もそうですが、それに基づいて言っております。よくですね、テレビなんかで。論文、どこの論文に書いてあるんだって言うんですけども、論文なんつうのは、特に科学の場合で,ですね。例えば、私はあの洗剤と石鹸の。 危険性についいても200ぐらい論文を読みましたそのうち160170だったかが、えー、洗剤と石鹸の危険性は同じとそれから30か40が洗剤の方が危険だとでそれをじっくり見て判断をいたしましたそれからダイオキシンの毒性についてもそうですねあれもだいた200ぐらいの論文を読みましたがこっちはダイオキシンの人体に対する毒性の論文は論文を示した毒性を示した論文は1個もありませんでした。つまり ソースをするのは非常に危険なんですね。えー、と専門論文でしたらば非常に狭い範囲を扱うのでその狭い範囲の結論についてのソースの論文を書けるんですけれども一般的な議論としてはですねソースの論文を示そうとすると1個のこと例えば日本の日本人は結構日本の社会は結構平等だったっていうことに対して200ぐらいの論文を示しですね えこれは平等じゃないと書いてある。これは平等で書いてあるってことを分類しなきゃいけないという難しさがあります。それから言葉の定義がないと。ま一般的に日本に奴隷がいたとされるって言うんですけども、えっとこれはあの他の例えば天皇は殺されなかったと言うけど殺された天皇もいるとかですね。こういうのと同じように歴史を見るときに2つの見方があるわけです。1つは全ての例外少数の ことととも全部含めて、まあ、きちっと議論すると、まあ、これは私が例えば科学の論文で科学の論文2つあるんですね総合的な論文の時にはそういうことを無視しますけれども、まあ、世の中の中ことって全てす例外がありますですから例外に注目するか例えば江戸時代でしたら人口が3,000万人。 まあ、3,000万人のうちですね1万人ぐらいの奴隷もしくは奴隷的な人がいてもですねそれをあまり問題にしないというのは例えばこれもデータはっきりしませんが古代ギリシャにおけるアテネとかですねそういうところにおいてはですね市民が5%奴隷95%なんていうのがまあ普通に言われてることなんですねこれもいろいろ議論があります。が、まあ、がって奴、まあ、奴隷隷、えー、大半のの社社会会とです、ね、日本のように奴隷が稀な社会 と見まして、ね、で、まあ、奴隷がいたと言ってもあの金銭売買がそこら辺で行われてるってことはないんですね日本では、えー。アメリカの近代の奴隷もですね、えー、金銭売買の奴隷市場っていうのはいっぱい記録も残っております写真もあります絵もありますね。それから天皇が殺されなかったってことについてはもちろん反殺説あるんですよ。それはもう百何十代と続いておりますからここにちょっと示したのが。 えー、ロマノフ家のです、ね、ニコライ2世とその家族ですけどもこの家族5人兄弟ですね女性4人男1人これは全部残殺されております、えー、このようにですねえー、っと日本に比べると外国中国とかロシアとかヨーロッパにおけるですね王族の子供とかを含めた残殺いうのはすごく多いんですね。それに対して日本は えまあ2人ぐらいの天皇の暗殺説があるというぐらいなもんですからえこれも問題はいいいいんじゃないかと思いますそれからまあ日本もですねもちろん日本の歴史は全部為政者が常に心正しくえ常に嘘をつかずという為政者であり民はいつも豊かであったなんてことはなくてですねこの反論に掲げられているように 長岡京を捨ててすぐ慶安京に移るこれはもう民には多くの負担をかけたと思うんですねまあ、それからえ民のかまどは賑わいにけりと言ってるけどもそれほどではないということもまあ確かだと思うんですね、えー、それからえまあさらに古い時代のことを現代人が考えるまあ、例えば一番極端には慰安婦の事件なんですけども、えー、まあ慰安婦の事件なんかあった当時はですね ま男女っていうのは非常に不平等で、えー、軍隊はほとんどその現地の女性をですねまあ、自由に乱暴したっていうのが事実だったそういう事実とですね現代社会と歴史的事実というのを判断するのは非常に難しいわけでありますれからも紫式部のこととかそれから木のつらいきのこととかですねそれから小説のこととかまあ非常にこれ難しいわけですね。 でその中で確かにこの方が言われているように故意に日本を美化しようとするっていうことは非常に危険で、えー、やっぱり日本というものを考える、まあ、この問題はですね、あの戦争が何をもたらしたか特に人類に対してっていうことですから、まあ、日本を美化するような意図はないんですけれども、まあ、それもやっぱり行き過ぎてはいけない。ただですね、まあ、この方も言っておられるように日本は美化しなくても素晴らしい国だったっていうのは確かで例えばあの この図の図ニコライ2世の家族の横に書いてあるのは、まあ、いろんな読み方がありまして、えー、まあ日本でサン・バルテルミと言われていることが多いんですけど「えー、セント何とか」って書いてある時も、まあ、外国読みですからね、えー、まあいろいろあるんですけれども、えー、サンバル・バルテルミの虐殺なんていうのはですねこれは宗教対立なんですけれども、まあ、日本も宗教対立もちろんあるんですけども日本の宗教対立で殺された人の 数とかそれから女子供というような点で言えばですねもうヨーロッパの宗教対立の殺戮の数とかその残虐さっていうのはもう全然比較にならないんですねですからまあそこのところも日本の文化は穏やかだったと言っていいんじゃないかと思います。まあえー、としかし私はこの反論について少し考えましてソースはちょっと言うわけにはいかないんですが、まあ、少しだけ例外を挙げながらって気はするんですよね。 これはいつも私の文章がですねスパッとしてますので私はですね考え方がちょっと普通の人と違ってあまり細かいことは見ないと大きなとこだけ見るとで大きなとこだけ見てまず自分の頭を整理するまあこんなこと言うと武田先生はそれは言い訳だって言われるんですけど私はそれほど頭が良くなくて最初から細かいものを全部上げるとですね頭がぐちゃぐちゃしてきてですね分からなくなっちゃうんですよですから最初はまあ 全体の80%、もっと極端に言えば60%。例えば人間でもですね、まあ非常に性質のいい人が2割、まあ、性質の悪い人が2割、意地悪なのが2割。だけど6割は普通の人だというような場合が多くてですね、その時はもう6割の人の議論をするということで、まず最初は6割の人は一体どうなんだと。まあ、例えば現代の日本人ですと6割の人は割合一生懸命働いて、 それで我々とこう真面目ですし規則も守るしとい、まあ、うのが僕は6割の日本人だと思うんですよ。ただ例外はつとそれは殺人犯もいるしですねそれからまあ財務省の次官もいるしいろいろいるんでですねそういう特例を挙げるともうなかなか話が大変だっていうことで、まあ、今度のように、えー、日,本人日本の戦争っていうのが人類に何をもたらしたのかっていうのは大きなことを論じるときはですねやっぱり その2でこの前話しましたようになぜヨーロッパ人は優れてて色が白くて背が高くてなんで太平洋の島々に住んでる人が色が黒くて背が低くて男女差別があまりないというのは何かというのはですね非常に大掴かみのものをですねよく整理するということが重要じゃないかというふうに思ってます。たたただだ、まあ、今日はこのの反論についいててちょっと私のハーートマークをつけさせていただきましたが 私はほとんど全部の全部とも言えないですがほぼ全部の論評を皆さんの反論を見てですね YouTube それでやってるのが私が非常にこの頃ですね良い論考ができるようになったという一つの原因でもありますので感謝の意味も込めて反論をいたしました。